今回は渋い演技で人気を博した林隆三さんをご紹介します。林さんは持ち前の低音ボイスでとても人気の高いナレーターさんでもありました。2014年にその短いとも言える生涯に幕を閉じるまでどのような生活をされていたのでしょうか。本名林隆三、1943年昭和18年9月29日に東京都新宿区四ツ谷でお生まれになりました。1961年に現立教新座高等学校を中退した後、1963年俳優座の俳優養成所に第15期生として入所されました。1966年に卒業された後は現東京演劇アンサンブルである三喜会に入団。俳優としての下積みをし、テレビドラマなどで俳優としての経験を得ていきました。そして1970年に TBS ドラマ木下圭介人間の歌シリーズにわかに初の主演として選ばれ、その後天下御免でさらに注目を集めました。この作品は平賀源内の青春時代を描いたものですが、作品自体も大人気作としてヒットし、林さんの俳優としての立ち位置は着実に確かなものとなっていき、映画への出演も増えていきます。1974年藤田俊也さんが監督を務める映画妹では秋吉久美子さんとの共演が話題を呼び、さらに林さんの演技力の高さが評価されたのでした。林さんの味のある演技に魅了されたのは観客だけではありませんでした。1977年には新藤兼人監督からの強い要望で映画竹山一人旅の主演が決定。この映画は津軽三味線の名手であった高橋竹山さんの生涯を描いた作品で、林さんの迫真の演技は誰もが息を呑むほどだったそうです。その結果この作品で林さんは第1回日本アカデミー賞で主演男優賞を受賞。その後も林さんの出演する作品はヒットの連続で、 TBS 噂の刑事トミーと松、 ABC ザ・ハングマンなどの数々の作品に次々と出演しました。そして1985年 NHK 総合たけしくんはいはさらに林さんに注目が集まる作品となりました。それまでは2枚目の主演男優として評価されていた林さん、この作品はコメディアンであるビートたけしさんの少年時代を描いたテレビドラマです。林さんの役どころはたけしさんの父親役。父親は大酒飲みではちゃめちゃな暮らしで周囲を振り回しますが、とても涙もろく心優しい人間でもありました。そのキャラクターを忠実に再現したことで、林さんの今までの固定イメージの殻を破り、世間を驚かせたのでした。その後も味わい深い演技でたくさんの作品に出演。聞く人の心を癒すような渋みのある声は朗読劇でも人気となり、宮沢賢治の朗読劇などにも出演。ドキュメンタリーのナレーション、コンサートも行い、活躍の場を広げていき、ご自身の活動をチャリティーにつなげたこともありました。そんな林さんは5歳から6年間の幼少期を仙台市で過ごしていたそうで、そのことから2011年の東日本大震災での宮城県の被害にはとても心を痛めていました。震災後の復興支援には積極的に参加し支援を行い、その中でも一番大きな活動は宮城県石巻市で撮影が行われた映画エクレール
お菓子放浪記でのことです。この作品の撮影は地元住民の協力を得て現地で撮影されました。そのことから林さんは復興のためにと、この映画が公開されるとご自身のギャラを全額石巻市に寄付したのでした。俳優業以外にも活躍し続けた林さん。2014年にはご自身のライブ用の衣装を買い付けるためにニューヨークへ渡航するなど、70歳を迎えても精力的な活動は続けていました。しかし、2014年5月28日に東京都目黒区内のライブハウスで行われたコンサートを終了した後、ライブハウスを出た直後に倒れてしまったのです。すぐに救急搬送されたそうですが、回復せずに容体は悪化の一途をたどり、6月4日には帰らぬ人となってしまいました。亡くなった原因は腎不全、70歳でした。彼は生前、林隆三は俳優としてプライベートの公表は差し控えたいという意向だったことから、当時の芸能人としてはまだ珍しい家族だけの葬儀にて静かに荼毘に付されたそうです。NHK 木曜時代劇、吉原裏同心で医師柴田草庵役を務めたことが林さんの最後の作品となってしまいました。林さんは数年前から腎臓の病気などを患い、入退院を繰り返し、亡くなる前年には手術も受け、スポーツジムに通うなど、日々の鍛錬を大切にして体を鍛えていたそうですが、体を蝕む病魔には勝てなかったということなのでしょう。あまりにも突然の訃報に、ご家族もとても驚かれたことでしょう。林さんにはお二人のお子さんがいらっしゃいます。元奥様である女優の青木和子さんとの間に、女優・声優として活動されている長女の林真理香さんと、元俳優の長男・林正夫さんです。林さんと青木さんは俳優座養成所の同期生でした。1972年2月にご結婚されましたが、結婚25周年を迎えた頃、問題が起きたようです。林さんが個人事務所を設立することで、ご夫妻の間にいさかいが絶えなくなったのが離婚の原因だとも噂されています。その理由としては、当時の林さんの女性マネージャーが林さんの愛人ではないかと言われていたこと。林さんに憧れていた24歳年下の女性が、林さんを支えたいとマネージャーに立候補したそうです。林さんはこの女性マネージャーとの男女の関係は会見などできっぱりと否定していますが、青木さんは疑っていたとコメントを残しています。1996年に青木さんが裁判所に調停を申し立て、その後、1999年に離婚。以来、林さんは独身を貫いていらっしゃいました。葬儀には、元奥様である青木さんも、噂の女性マネージャーも姿を現さなかったようです。ご自宅から奥様と長女が出て行き、さらに亡くなる数年前に長男も独立したことで、林さんはとても大きな豪邸で、静かに一人暮らしをしていました。静かになった家の中で、林さんは家族4人が幸せに暮らしていた頃の思い出に浸っていたのでしょうか。実は離婚した後もお子さんたちとの交流は続いていたそうです。娘マリカさんはドラマや舞台など多方面で活躍されていますが、林さんとの舞台、世界が緑色だった時で共演の経験もお持ちです。息子の正夫さんは現在俳優業を引退し、都内の会社で PR プランナーとして勤務されているとのことですが、お父様譲りの演技でかなりの評価を得ていました。正夫さんも映画、北辰斜めに刺すところ
って林隆三さんと共演しました。父親としては、子供たちが自分と同じ仕事につき共演できるというのは、とても嬉しいことだったのではないでしょうか。今となっては、林さんの生のお声を聞くことは二度と叶いませんが、彼が残したたくさんの作品を見直しながら、林隆三さんの偉大さに思いを馳せるのもいいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。